はい、皆さんこんにちは。ナショナルジオグラフィックニュースの時間になりました。はい、まずはマイクをセットします。音がガタッとしたらごめんなさい。さあ、こんなところでよろしいでしょうかね。これね、新企画で始まりまして、なんと YouTube にね、これから載せて YouTube の方から、アクセスできる、という形のラジオにしようと、そんな形でね、新企画です。これ私の本当神田川さんのそのラジオ、神田川ラジオっていうんですかね、の方でしか聞けない企画として、考えたんですけど、やっぱ YouTube でやるとね、なかなかその写真なんかも少し見せられるし、いいのではないかなと言って特別企画始まりました。今回はですね、地球大規模クレーター10選ということで、ジオグラフィックニュースの中からですね、その地球のクレーターをいろいろ紹介していこうと思っております。これは不定期ですけども、本当にできれば週1ぐらいやっていこうと思って、いいアイデアがあった、またいい話があったらどんどんと溜めて撮っていこうと思ってます。オンデマンドでね。それでは皆さんお楽しみください。どうぞ。はい、ですね、これの記事はですね、2月の15日2013年に地球、ジオグラフィックの方で、発表されたやつなんですよね。で、小惑星、まだ記憶に新しいと思いますけども、2012の DA14っていうのが大接近したと思うんですよ。で、これも無事に当たらないで、通過しまして、その代わりに一個隕石ちっちゃいのがね、ちっちゃいったって10メートルぐらいのやつが、飛来して、実際に地球上に来たのは、まあそうですね、30キロか40キロぐらいで分解して、1キロぐらいの大きさのものが、激突。うん、衝撃がすごかったらしいですね。まあそんなことですけれども、まあ、日本時間の16日に地球近傍を通過しました。はい。まあこれは衝突しないというのは、衝突しないことが分かってから発表されたからなんですけどね。観測史上、少なくとも、最も地球に近く、接近した小惑星と。ただし地球はいつも小惑星の衝突を、免れているわけではないということで、地球に落ちたね、そういう隕石の、跡、クレーター、このお話をしたいと思います。まずちょっと読みましょうね。一つ。地球各地に見られるクレーターは小惑星の衝突の跡ですね、を今に伝えていると。形成から数千万年、場合によっては数十億年も経過している地球の侵食が進んでいるので、衝突した天体の正確な大きさについて測ることは難しい。とはいえ、世界最大級のクレーターについては、学会の見解は概ね一致しており、それらを形成した小惑星の衝突は史上最大級の規模だったということになると。これから説明するのは、現在認識されているクレーターのうち、特に規模の大きいもの10個を古い順に紹介しようということでございます。はい、行きましょう。まず一つ目。これでかいです。フレディフォートクレーターって言うんですか？南アフリカ共和国のフレディ州、フリーステイト州ってところにね、ある、推定20億年前。これ20億年前ですから、もう生物のまだ痕跡もないところですね。で、これはね、フレディフォートドームと呼ばれていて、生成直後の直径は300キロとする説もあり、確認できる限り最大級の衝突であると。2005年にユネスコの世界遺産に登録された。300キロですね。とにかくもう地球規模にでかいです、このクレーターはね。だからそれ自体が、まあ、なんですかね、写真なんかで見ると、ちょっとすごいぜって、この今トップ画面ですね、見ていただいているこれなんですよね。はい、その次第2、サドペリー盆地。盆地になっちゃってます。カナダのオンタリオ州、推定18億年前。クレーターの、生成当初の直径は130キロで、地球上で最大級衝突の一つと、言われていると。ね、130キロですね。18億年以上前にできたものと見られて、特に古い、衝突の、構造一つである。この当時はもうね、バンバンでかいのぶつかってるみたいですね。はい、もう生物いなかった当時。次、アクラマンクレーター。オーストラリア、南オーストラリア州の推定5億8000万年ぐらい前ですね。現在はこのクレーターの一部がアクラマン湖となっていて、湖ですね。衝突規模の直径は90キロと試算されている。これもすごいですね。はい。90キロぐらいになったってことで、クレーターがですよ。ちなみにこれ水星がじゃないですかね。クレーターがそれぐらいです。次、ウッドリークレーター、4番目。オーストラリア、西オーストラリア州、推定がこれは3億6400年前。はい、このクレーターは地表に露出していないらしいです。その実際の大きさについては見解が分かれているんだけど、直径40キロする説から120キロという説がやっぱりでかいですね。というのがありますね。もちろん大陸が移動したりなんかしてますから、オーストラリアとかカナダとか、またアフリカなんかはちょっとちゃんと残ってることなんでしょうかね。はい、次。マニクアカンクレーター。
何区があかんですか。はい。カナダ・ケベック州、推定2億1500万年。さあ、これから生物の絶滅に随分ですね、参加してます。これも、マニク・アガン湖という湖になってる。はい。侵食は進んでるものの、世界最大級が、ついて極めて保存状態の良いクレーターの一つされていると。直径推定100キロ。でかいっすね。はい、6つ目。モロクエンクレーター。私が喋ってるね、言葉モロクエンと、これね、読みが間違ったらごめんなさいね。でもそう書いてあるんで。アフリカ、これも南アフリカ共和国、ノースウェスト州。はい。1億4500万年。ここら辺あたりからもう、すごいですね。なんかが絶滅してますね。アフリカ共和国の南アフリカですよ。カラハリ砂漠の近くに位置するクレーターを形成した隕石が化石として残っているのが特徴ですね。はい。まだまだあります。7です、今度は。次は、カラクレーター。ロシア。ネッツジジク。推定7030万年前。さあ、もうこの時代はね、恐竜がいる頃ですよ。はい。これはね、カラクレーターは現在は侵食が進んでいて、地表に露出してない。ね。一部の研究者はこの衝突構造を2つのクレーターが重なったものと見ており、一方をカラクレーター。他方ウエストカラクレーターと呼んでいるということですね。侵食は進んでいるけど、まあ当たった跡があると。さあ次が大変ですよ。メキシコユカタン半島、推定6500万年前。これはチクシュループクレーターっていうんですか。はい。メキシコのユカタン半島にあるこのクレーターを形成した隕石が恐竜絶滅の直接または間接的な原因となったと考える研究者は多いと。生成当時は、直径170キロとするものから、なんと300キロとする説まであったと。もし、後者の説が正しければ、このクレーターが地球上で最大となる可能性があると。もちろん、恐竜絶滅クレーターですからね、すごいですね。ユカタン半島のところにあるクレーターです。そして、今度は、ポピカイクレーター、ロシア、シベリア地方、3570万年前。うん、ロシアで多くの専門家はこのクレーターは、数兆カラット相当のダイヤモンドを埋蔵する世界有数のダイヤモンド鉱山だと考えていると。ほう、これらは衝突ダイヤモンドと呼ばれているらしいです。ダイヤモンドは衝突したってことでしょうかね。はい。そしてラストです。チェサーピーク1クレーター、アメリカバージニア州、推定3500万年前。近年近いですねこれね。はい。1980年初頭に発見された、チェサピーク1クレーターはワシントン DC から約201キロの地点に位置すると。一部でこのクレーターの直径は85キロと計算されているということですね。試算ですか。ということでね、まあ、いわゆるこんなクレーター、まあ、いっぱいあるんですよね。大小ですね。で、みんな、これね、まあ、いろんなことありますけど、まあ、クレーター新しく発見されるっていうのは、ものすごく、発展した、天体望遠鏡とか宇宙の人工衛星、そっから見るんですよね、宇宙からね。で、もう小さいものから大きいものまでたくさんあって、いっぱいぶつかってるってことなんです。ただ、あまりにもその、ぶつかった大きさっていうのがでかいと、まあ、こんな風にね、もう本当に、なんていうんですかね、フロリダのところの湾みたいに残っちゃったりとか、すごい状態ですね。まあ、それ以外にもですね、エジプトの方にも、中規模のものとかいっぱいありまして、そういうものがね、いっぱいいっぱい隕石としてこっちにやってくるわけですよ。で、それぞれ大きい隕石がぶつかった後というのは、まあ、大規模災害があったりして、生物が絶滅して入れ替わってる。うん。そういうことを考えたときに、我々が入れ替わるのは、ちょっと勘弁って感じでしょうかね。はい。まあ、そうやってお送りしました。うん。これからもね、この隕石だけではなくて、いろんなお話をしていきたいと思います。僕とは、私たちはね、本当にね、そういう宇宙というものが非常に興味があって大好きでして、僕は宇宙に行くというのは興味がなくて、宇宙を見るのが大好きなんですね。必ずしも宇宙旅行に行く人たちが素晴らしいのではないと思います。我々のように星を見上げるという気持ち、地球に足をドッとつけて、それもやはり素晴らしい一つではないかと思うんですよ。だから、そういう意味では望遠鏡じゃなくて肉眼でもいいです。星の綺麗なところ行ったら見ましょう。そして、星の一つ流れ星見たとしたら、これの大きいのが地球にやってきた時にこのクレーターができてるんだと。ね。最近近づいた小惑星、落ちたやつもそうですけども、まあ、なるべく自分には当たってほしくありませんけども、それがこの地球の中にいろんなものを運んできたり、生命体のいろんなものも運んできたりですね。そして動物を死滅させたり、いろいろ複雑だと思います。そんなわけで今週の、今回のって言ったらいいかな、このクレーターのお話、写真をね、見ながら、ご覧になれたと思いますので、また行ってみたいと思います。次週はどんなことになるか、次回はどんなことになるかわかりませんが、はい、マイクを持ちます。
さあ音楽と一緒にさよならをしなければいけない時間ですね。それでは皆さん、次はいつか分かりませんが、またお会いしましょう。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りします。